これ何なのこれ。それかけて食べてもいいよ。こっち。わあ。作ったの？いやまずい。いや私結構好きなんだけど。いやこんにちは。今日はくにくんの誕生日です。なのでくにくんからリクエストのあったカレーを作っていこうと思います。カレー大好きマンなので何のカレーがいいかな。たったらたったたったたったひき肉のカレーにします。あとはあたるちゃんが湯煎しておいてくれた鶏さんがあるのでそれを残儀にして大根サラダを作って半額だったパインをデザートにします。ケーキはね買ってきてあるのであとは料理を作ります。頑張るぞ。
Okay.
くにくんのお誕生日ご飯出来上がりました。ねえ、ひき肉のひき肉のカレーと、残念な感じになってしまったザンギポテト大根サラダです。クニくんはあんまり、ダンダンダンダラララ、クニくんはあんまり卵が好きじゃないので、乗せなくていいんですけど、乗せたい人のための温玉割れちゃった。こんな感じです。やっぱりね、やっぱり買ってきた方が良かったかなという見た目、残念。さあ、これでね、ご飯を食べようと思います。カレーはね、美味しいはず。ご主人様。あ、お箸がいい。
クリーン、やめて。お肉食べるのにいるかな。お腹出しちゃダメ。ダメ。あ、先に食べたわね。ちょっ、ちょっ、ちょっ。ニーニー痛いよ。ね。ニーニー痛いと。あ、ありがとう。はい、プーちゃんこれ。プーちゃんはどれなの。処方カルピス入れるか。うん、うん、はい。カルピス。私髪もわかんないから。ミミとミミ、スプーン持ってきてくれる？ミミちゃんの。ミミちゃんのスプーン、ミミちゃんのスプーンが。俺どこ？俺どこでもいい。ここだ。おお。なるほど、失敗したしょ。うん。悲しみの唐揚げ。失敗してんな。な。さあ、ね、今日は国井くん誕生日でございますね。長瀬おめでとうございます。おめでとう。ね、いやいやいや、今日に嫁ちゃんがね、腕を振りましたよ。うん。ね、今日はね、ひき肉カレー。くにくんのご所望、カレーが食いたい。ね、ほんで、ね、いいのか、ね、誕生日だから唐揚げ、ザーギですけど、はい、あれ明らかにこれこう、失敗してますね。明らかにこれはお兄ちゃん。おー、なかなかの失敗。あっしょっしょっしょ、あっしょ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 。あ、ごめん、みち、足踏んじゃった。これ、くにくん、あの、食べなきゃダメだよ、これね。でね、誕生日って言ったら大根サラダね。大根サラダは嫌いだな、うん、ね、このなんだろうね、このね、ハッピーバースデーの時にたくあん臭いね、このたくあんが溢れて、このね、素晴らしいメニューでございます。さあ、ポテトもあればパインもあるぞ。うん、さあ、早速いただいてまいりましょうね。さあ、食べるぞ食べるぞ。うん、ハードに食べるぞ、ハードにな。猫じゃらし、猫じゃらし。みーちゃん、普通の椅子に座ろうか。やだ。愛車からね、降りないの。ベンツの。ベンツの愛車。はい。奥の椅子だけ。あ、何がない？ここに先に渡すわ。お誕生日おめでとう。あれ、お、いいね。お誕生日おめでとうの本体。はい、じゃあ、くにくんの本だよ。これ、ばばばあちゃんから手紙入ってるから、手読みな。待って、やっぱ唐揚げと言ったらやっぱりハイボールだね。よしよしよし。よしよし。いただきます。いただきまーす。読んでる、読んでる。ばばばあちゃんから手紙入ってたしょ。なんて書いてた。おばあちゃんがみんな気を取れないよ。ああ、食べたい。ばばあちゃん、僕の椅子がないんだけど。シャワシャワにして美味しかったんだって。あれ、水入ってる。水にしちゃった。あれ、まず飲んじゃうな、これ。シワこれ、あれ、おならしたの？うん、おならしてみたい。ダメだ、炭酸にならない。残念だ、みーちゃん。はい、どうでしょう。言ったよ。おいしくない？おいしい。まだ食べてない。どれ、まずいただいてみようか。めちゃんのカレー、
結構時間かかったね。うん、あ、できつ。おいしい、おいしい。おいしい、おいしい。カレーおいしいわ。おいしいよ。おいしい。カレーカレーでしょ。うん、うん、何カレーお母さんと。これはひき肉のカレー。これ、ゆめちゃんの残儀どうかな。すまないね。すまないね。うちね。今フォーク持ってきてあげる。みちゃんもパイ好きだね。3回買ったね。あ、唐辛子持ってきて。落ちたよ。プレゼントはもうちょっと待ってくれ。はい、好きなだけかければいいさ。うん、あ、これにはかけないで。クーちゃんの誕生日はまだ後だ。2回も来るよ。7時からでもクニ君とライブをやればいい。いや、今日はゆめちゃんですよ。私、うん、今日はゆめちゃんのこれなんだっけ。片付けしなきゃいけない。あ、まだゆっくり。私、9時から予定があるんですよ。何のライブ。なんだよ、あのいつもの5時半だったから。あ、そう。何までやれば。パンおいしいね。ちょっとね。これな、死骸食ってるみたいだな。だからナルトで買ってくるって。死骸って何。死んだ鳥のこと。泣き殻。おいしいの食べたかった。いや、これはこれで美味しいよ。ただ、美味しいけど、視界切ってるみたいな。うまい。うん。パイナップル。パイナップル。半額だったサパイン。うん、もっと買ってくればよかった。なんで半額なんだろうね。パイナップルキュッ。後で動物盛りやろ。そうよ。ケーキある。あ、ケーキもあんだ。なんで至れり尽くせりなんだな。ほえどんが珍しい。あの、廊下で寝てた。廊下で廊下で廊下廊下で寝てた、うん、中で。いや、いや、中じゃない。脱臼するの。中はありえないよ。もう一緒に入ってきたから洗ったら逃げた。
全然違う。渾身の大根サラダ。これはみんなから食べなきゃ。どこ見て探した？なんでかつお節をかける？かつお節好きなの。トマト。パイナップル2個しか食べてない。え？見て。2個食い。1個じゃん。1個ない。パイナップル美味しいよ。あれちょっと溶かしておかないと。あ、戻してくれたよ、ここに。1個しか食べてないって言ったから2個か。ちょっと私食べ過ぎかなって。これじゃあお肉食べないの？気が疲れてるな。腹いっぱい。もういっぱいで。でも食べるか。今日ザンギ食べてない。ん？食べてた。僕。あ、お前ザンギ好きだよ。いっぺんに入れたしょ。80度あげた ?180 度で3つで3つでこんなめちゃめちゃなるか。180度なってた。温度計を信用しすぎた。警戒ステージが2に上がったので、やはり外に出てくる機会をまた引き続きやなかなというふうに思ってますので、外はべったり、中はべちゃべちゃ。ウストだと大物やっぱり悲しみの心。何？
え、なん、別に何でも割っただけだろうが。割っただけだよ。悲しいんだ。どんなことね。同じもん使ってこんだけ違うか。おお、積もっとる。変えた方がいいって。そうね。うん。何ないの？火を探せ、火を。
あ、ピカチュウじゃなくて、クニがこっちがいいって言ったの。あ、待って、待って、写真。ピカチュウはないのね。うん。あ、あのね、ピカチュウ、あ、痛い痛い。うん。だっだっだっピカチュウじゃないのを買ったの、うん、これがいいって言ったの、クニが。あ、そうなの、あ、そうなの。いや、待ってっていう。あ、そう。ちょっと待って、はい。はい、はい。こらしてよ。ハッピーバースデートゥーユー。いや、つばつばブー、飛沫感染。飛沫感染だよ。はい、いいよ。ピカチュウいただき。あ、いただき。じゃあ食べます。はい、二人でどうぞ。じゃあ俺7いただき。ロウソクこれ。はい、うん、はい。お食べ。くちゃんお食べ。これ、くにもりくんって書いてるよ。食べる？くにもりくん、はい、は初めてのケーキだアイスケーキだからアイスなんだね、うん、これつけて食べれば一緒、アイスどう？アイス、フォーク通る？かてぇな、かてぇな、うまい？まあうまいね。くにもりくん。くにくにくん。あーん。おい、どうすんの？辛いの？ないないの？うまい。ねえ、よかったよかった。どれにする？ねえ。あれ？ほぼすぐなくなってしまった。ちゃんが食べた。どれにする？ホッピングシャワーこれだよ。これは？それはね、なんだったかな。はい。取ってあげる？どれにする？これ？これ？これ？おいしい。いいな、はい、あ、なんだ、これ大好きな、ホッピングシャワーね、洗って取っとくな、取っとこ、じゃあホッピングシャワー、おお、これは何でしょうか、硬くてスプーンが入んねえな、ホッピングシャワーいい、あ、どうだろう、うまいじゃん、ホッピングシャワーうまい、ホッピングシャワーにする、やっぱり。ハンバーグにする。これ何なん？それかけて食べてもいいよ。あれ。わあ。モンブラン。モンブラン。食べる？でかいね。
うん、何これ、和風ドレッシング、和風ドレッシング前作ったの、うん、いやまずい、いや私結構好きなんだけど、じゃその人の味だもん、任せる任せる、いやー吐きそう、までちゃん吐きそう、これごまもあるし、美味しい、うん、みーちゃんに食べられてる国今年も去年もなんか犬だかパン、何やったこれ、何作ったこれ、醤油と砂糖とみりんとごま油、うん、まずい、そうか、私は好きだからいいよ、ちょっと若干えずいたぞ俺今、これ美味しい、見てからかければいい、ごめんね、味見してから ね、 そんなに文句言うんだったら味見してからかけりゃいいじゃないか、美味しいね、美味しい、おお。ポッピングシャワーも食べるのかい、うん、半分こにするわ、下ちょっと溶けて、危ないから、はい、おいしい、みーちゃん、おいしい、おいしい、あ、よかった、どうぞ、あいつはいいね、みーちゃん独り占めだよ、今日は、いつも買えないからね買えるけど帰るけど、帰るけど、プライドが邪魔したな、プライドが邪魔してしまったの、キムさんって誕生日ないもんね、1年に1回だもんね、来年の誕生日来るかな、俺のね、次の誕生日誰、次はおばあちゃん、おばあちゃん最後、最初、くーちゃんが最後、はい、これみーちゃんいいよ、2番が3番がちゃん、4番がお母さん、うん、4番がお母さん、4番がちゃん、なんか取りに行った、スプーン、5番が俺、スプーンあるよ、みーちゃん、みーちゃんスプーンあるよ、あるよ、これはお母さんが使うでしょって言ってんの、しっかり
これ死ぬやつやな。一つでよかったな。なんか一つって言えばいいしょ。言ってます。言ってんな。一つでいいって、うん、じゃあ食べるのがいいよ。なんだよ、じゃあ食べるなよ。ほら、俺言ったことは覚えてんだよ。だから食べるなよ、したら。うまうまねえ、食べなきゃいいべさやな。食べる人いっぱいいる。方言ないぞ、みんな方言ねえぞ、ほんとに。くーちゃんはこれミントみたいなの好きなの。これホッピングシャワーね。そこミントじゃないよ。違うの？うまい。うまい。よかったね。みっちゃん。すごい。アイスでよかったね。これならあれだよね。ちょっとくらいでは溶けないね。うん。で、するのにね。ティッシュ取ってくださる、はい、違う、みっちゃんの分だお皿もだよ。グーグーグー。ちょみーちゃんはチョコレートが好きなのね。うわぁ、アーモンド、アーモン、アーモンベイバー。うわぁ、これやばい。おぼし、中国だ。ちょ、また中国。おぼし、ポーン、うん、おいしい。みーちゃんの食べ方。Help me. Help me. しなわけ。バキンさんとロビンさん。わあ。実験のルーバスキアロビンソン。おお、増える増える北海道。すごいね。70人だよ。よし。ここやだ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 。ここでススキの飲みに行くか。ここに飲み。なんて言った。家で飲んだら200円ぐらいするものを5000円払って飲むんですよ。この経路不明とかさ、経路不明って大体風俗だろ。で、アイスって冷えんね。そうね、冷えんね。だってアイスだもん。何からちょっとちょうだい。結婚式で完成。うん、めでたい。めでたい。たかんだ。おいしい。北海道からだんだん寒くなっていくから、北海道起こってることがだんだん東北、関東、中部起きていく。だから12月なんてクリスマス時期なんてすごいと思うよ、東京。それでさ、インフルがさ、こんなにね。あー、セーフ。セーフ。もうマスクしてることが前提の世界になってくるね。そうだね、うん、マスクしないとダメだ。今年風邪ひかなかったな。みーちゃんしかないし、うん、マスクってか聞く、いいね、マスクは。マスクと手洗いじゃない。風邪ごときでは死なねえけど。え、だよね。大丈夫ですか。
手を挙げて。みーちゃん。そこでちゃんって言うの。そこでちゃんって言ってほしいのね。いつも拭くわや。この後お風呂だ。うん、うん、ポッピングシャワー、ポッピングシャワー大好き。え、まだ食べるの？やったほうがいいよ。縦に半分、縦に半分、縦に半分、それ横横横。そう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 。ピンクも食いたい、ピンクも食いたい。みーちゃんちょっとちょっと、ピンクも食いたいなら売り切れ中です。ちょっと潰さないで。あーやめて、それ俺のと見ちゃう。みーちゃん、スプーン大きいんだもん。え、スプーンスプーンっていうか、フォーク。みーちゃん、さっきスプーンあげたっしょ。ウイスキーとアイスは合うね。これ食べるの？落としてる。あー、ここにあるんだ、これ。これ。これ、これはもういいの？食べるの？みーちゃん、お腹壊せないよ。もうやめなさい。フィンランド。さすが兄弟ですな。俺と同じ意見。そういうことよ。1万円だ。ちょっとよ。難しい方だね、これ。そうだね。うん。まあ俺は合ってたけどね。寒くなったな、みーちゃん。兄弟だからね、どうしよう。タンパク質だね。暇かの人でしょ。無料。早い。湯気が大きくなる。体積。もういいかい？A だね。凍らしとくよ。A。凍らして。食べちゃう？ちょっと凍らして。食べちゃうね。うまく出るわ。え、明日食べれば。1個って言ったのに3個や。膨張するから。あ、する。水か氷。ただし200度を超えると体積が小さくなる。知ってた？まだします。あのね、凍らせすぎるともっと低い温度だと体積が低くなる。うわあれはやな。はい、ごちそうさまでした。パッチン、やるぞ、集まり。ああ、助けてくれ。くじゃ、しりとりだって。えしりとり、うんと、ら、だんぷんぷん、上から、ぷんぷん、これから、上から、うんと、真ん中がラーついて、うんと、気づく、うずらく、うずら、ら、うずら、らだ、うずら、ちゃうな。メガネに貼る気でしょ。やめてやめて。メガネを外すなって言うの。難しいよ。メガネを、メガネを外すんだ。スズメ、メダカ、カラス、カラ、カラス。ほら、できた。I'm going to go.
慢するよ。いやいやいや。ねえ、何笑っとんの。ちょっと。くーちゃんの7歳。今日から7歳です。何時に生まれたんだっけ。目当てにつけられた。どうなったんだよ。顔も。缶ついてる？うん。you